聞く太陽のエクボラジオ沖縄オリジナルポッドキャスト。耳で聞く太陽のエクボ。この番組は沖縄の子育てをもっと楽しく、もっとに活動しているエクボママたちがさまざまな子育ての情報を発信していきます。 子育て真っ最中のママたちが作っているフリーペーパー太陽のエクボのラジオ版になります耳で聞く太陽のエクボパーソナリティの晴れママです太陽のエクボは沖縄で子育てをしているママたちが集まりフリーペーパーの発行やイベントの開催などで子育ての情報を発信しています改めましてパーソナリティの晴れママです私は大阪出身で小学6年生と4年生の2人の子育てをしながら 太陽のエクボでは広報活動などをしています。沖縄がすごく好きで、えー、14年間沖縄に住んでいたんですけれども、現在は大阪に U ターンをしてきて、今日も大阪の自宅の一室からリモートでお話しさせていただいてますので、なんかこれが始まった瞬間、なんか工事の音が聞こえだして、あの、大阪の工事の音が聞こえてるなと思いながら <laughs>、あの、聞いていただければなと思います、えー。では今回登場してくれるのは、 アザマルさんとナナさんです。では、アザマルさんから自己紹介お願いします。はい、こんにちは、アザマルです。なんか、あの、わざわざ、あの、オンラインで大阪の工事の音を聞くことなんてないだろうなと思いながら、<laughs> 横でニヤニヤして聞いていました。私も晴れママと同じように、えっと、10年以上、あの、エクボの活動には参加していて、代表になって4年目ぐらいになります。で、小学校6年生と4年生と4歳。 の3姉妹を育ててながら活動に参加しています最近はもうちょっとイベントの準備であの目標金額達成しようねっていう会議を昨日あの終わらせたところで今エンジンをかけ始めているエクボの活動中っていう感じになっています今日もお楽しみですよろしくお願いします はい、よろしくお願いします。ますさあ、では、えっ、ー、と、続いては、お久しぶりですかね、の、はい、登場となります。えくぼママのななさんです。では、ご、はい、紹介お願いします。お久しぶりです。あはこんばんにちは。えー、太陽のえくぼデザイナーのなな、えー、です。えくぼに入ってからは、まあ、4年目で、ちょうど、あの、あざまるさんが、まあ、代表になったタイミングで入ったような感じになります。私は、えっ、ー、と、小学校5年生と、 えー、2年生の、えー、男の子2人のお母さんをやっております。えー、最近ですねあのー 役所の手続きの時に息子の青年合併が出てこなくて脳の衰えを感じているのでちょっとあの家族の青年合併くらいは正確にかける母親でいたいなと思っていますはい、よろしくお願いしますはいお願いします,、はい、しますそうだそのおはこんばんにちはそうですね <laughs> これは一応パクリなので <laughs> 素直 <laughs> パクリですけど、はい、商標はないと信じて,てますはい <laughs>、はい、では今日はねあの 3人でワイワイとお話ししたいと思いますが最近、あざまるさんが謎の活動をしているのを私、あのどこかで目にしたんですの,あの <laughs> フェイスブックで中古のチャイルドシート20個あるんですけどもらう人みたいなあの投稿をしてあの今、1人ずつあの渡して回っているところ。 ですね、謎ですね、<あ>確かに謎ですね <laughs> 急に20個もチャイルドシートが余ることあるのかなと思って <laughs> 本当でなんか、ね、コロナ禍にレンタカー屋さんがあのチャイルドシートを総入れ替えするってなってうん、うん、大量に多分まだ使えるけど、えー、ともらい手がいないチャイルドシートが100個ぐらいあの社会福祉協議会かにあの寄贈されて。 うん、でそれがあのまだもらい手がいないっていう子たちを倉庫で見つけてあもうこの子たち一個ずつ洗って洗って洗って,洗ってもうあの世に送り出したいわって思っていて始まったあの投稿でございます。<laughs> あ自分でじゃあ洗ってっていうところから始まってるんですね。そうだから奈々さんがねうち来た時とかもなんか十個ぐらいねそうね<の>玄関先にたくさん茶色イ <laughs> ゆかさん何を向きなんだろうと。<laughs> <laughs> っていうぐらい、ね、<laughs> ありましたね <laughs> すごいね、うん、でもチャイルドシートってねやっぱり新生児の頃使ってたものからちょっと変えたいみたいな人たちもいると思うのでうん、うん、もうすごいないいなと思いながら見てましたけれども。<laughs> はい、はい、<laughs> ってことでですね今日のテーマは、まあ、これにちょっと通ずるのか通じないのか分かりませんが、えー、今日のテーマいきたいと思います。今日は最近これを始めました というテーマであの3人でこうざっくばらんにお話しできたらなと思っているんですけれども、はいはい、どんなことを始めたのかなというところをあざまるさんからじゃちょっと聞いていてこうかな、うん、私、母親になって13年目なんですけど、うん、13年前に辞めたのがあの美容室に行くことを辞めたんですよ。 自分で髪切って自分で染めてみたいなことを繰り返してた13年間だったんですけど、うん、最近始めたのが本当に13年ぶりに美容室に行き始めました美容室に <laughs>、はい、戻ったってことね。戻っ それはな,なんであの行こうって思ったの多分イメチェンしたいなって思った時に今まではこの妊産婦を繰り返してたので、うん、あまり髪を染めたくないとかうん、うん、あとこの美容室代を浮かしてあの子育てに当てたいとかっていうのがあったんですけど、うん、このイメチェンしたいななんか髪の毛真っ赤っかにしたいなって思った時に自分で家での技術はないや美容師さんの専門に頼ろって思って行ったのが。 本当に13年ぶりでしたねどう、なんか美容室ってでもね、ねすごく私、癒しの空間だから好きなんだけどなんだろう、まあ、エ,スエステ感覚みたいな感じで、うん、昔はあの子供が一緒に行けるような美容室を探してなんかキッズスペースがあるとことかも多くないですかありますよね。 ねえ、なんかそういうところに行ってたんだけど、うんうん、結果リラックスできないんですよ。うん。<laughs> 子供がいると。<laughs> だ,だ,だってほら、子供と一緒だからさ。かね、そうそうそう。あ<ー>だから、ねあ、なんかあの、ちょっと飛び出てきたりさ、そのキッズスペースから飛び出てきたり、うんうん、まあまあまあみたいなところがあるので、うん、結果リラックスできないなぁと思ってからは、もう本当旦那に子供を、 お任せしてうん、うん、自分一人の時間っていうのであの美容室に行くようにはしてたんですけどなるほど最近私あの沖縄でそんな見なかったんですけど昔通ってたところはさ、うん、あのワンドリンクでワインも選べるところがあって、えー、最高それも最高だったねワイン飲みながら、うん、雑誌読みながら一杯か一杯で2時間とかだよね 美容室って大体ねいバスで帰らないといけないいや一杯じゃ足りないなって思ったところでした <laughs> <laughs> 美容室で何する気さんは美容室行くとなんかリラックスしたりそうですね私割と美容室ジプシーであんまり決まったとこ決め通ってなくてうん、うん、もう本当にあのあ明日行けるみたいな感じでもう空いてるところを <laughs> もうネットで探して、うん、もう前日とか当日予約で飛び込み新規でみたいなのがもういっぱいなので、うん、あのめっちゃ美容室のカードいっぱい持ってます <laughs> えらい <laughs> わかる事前に、ね、予約しとけばいいんだけど私も急に切りたくなってそうなんです,<の>んですよ、ね、でもね、うん、今なんかあの、あのー、サイトとかで当日行ける店だけ探せたりもするじゃないですか私もそれでそれ。 新規のお客様クーポンみたいなところが多いので<ー>それクーポン狙いでちょっと安めに済ましたりとか。うんうん まあでもやっぱ、ね、新しいとこって、うん、まあじめましてなので、まあ、デメリットもあって個人差あるらしいじゃないですかうん、うん、髪質も染まりやすいとか染まりにくいとかもお互いわかってなくてうん、うん、私いまだに自分がどっちなのかもわからないんですけど、うん、もいくやっぱ美容師さんによってあ染まりにくいですねって言われたりうん、うん、染まりやすいですねって言われたりして。うんうん なんかずっと言ってるとカルテみたいなのもらわないあの昔こういう染め方しましたみたいなほら昔これぐらいカットしたとか昔って23かヶ月前にパーマしたから今、髪休めようかとか前あの、脱色したから次、脱色はちょっとやめとこうかとかちゃんと履歴がね、やってるお店の方が安心ではありますけどね、取、ね、るのが難しいんですよ、予約ね、きっとね。 そうだよね。うんうん、私はもう全然もう本当に全く一緒でポンポンポンって飛び入りしてるので,、うん、で特に今引っ越してきてあの美容室事情が全くわからない土地に住んでるのでうん、うん、この間は外観はすごくあのちょっとおしゃれ風に見えたお店をサイトで予約してパッてと扉開けた瞬間になんかこれ 昔のなんか朝ドラとかで見たなぐらいの昭和感のある美容室で、うん、何 <laughs> か入った瞬間にタイムスリップしたみたいなところに入ってしまって、うんうん、あのー 私よりもだいぶだいぶ年上のお姉様がずっと喋りながら髪を切ってくれて、うん、横にはその人の姪っ子が座ってずっと喋っててみたいな、か、ここはお家なのかみたいなところで切りましたけど、それはそれでね、なんか地元の情報収集できたからいいかななんてお。お家かもしれないです。お家だったのかもしれない。<laughs> そうそう、なんか上が実家って言ってた。な、うんかだけじゃなくてね、雰囲気も全てこう、 昭和の匂いがしたようなところで切ったりしましたけどねはい美容室まあこれからもねなんかあの髪の毛赤いんですか今はね色落ちてちょっと茶色くなってきたけど一時期赤だったよあ赤だった赤くなったなって思いました赤くなりましたこのままピンクになるのかなって思いました次ピンクでしましょうねはい 最近なくちょうさんで。はい、じゃあ、あななさんは始めたこと最近ありますか、ね。そうです、始めたっていうよりも増えたっていうところなんですけど、うんうん、あの。公立の、あの、町立の図書館に通うことが、あの、増えてきて。まあ、特に夏休みぐらいから、どん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 増えて、もう、本当に週に。 3回ぐらいい行ってるんじゃないですかね、えー、図書館にあの、まあ、子どもたちも連れて、まあ、メインは子どもたちなんですけどせっかくだからと思って私もあの気になる本を借りて図書館に図書館通帳っていう今持ってきたんですけど図書館通帳っていうのがあって。 カードで借りた本をの通帳の銀行の通帳みたいな形をしてて記帳すると借りた本が記録されていくわけですよ。えすごいすごいそそう。いつどういうタイトルの本を借りたって著者も書かれていて面白いのが本の金額も記載されてて。 そあの累計 <laughs> ちょっと何借りたかバレるから恥ずかしい <laughs> あの金額が出るんですよ本の金額がで<ー>まあ今月は何冊の本いくら分借りられましたよっていうのがあってで、まあ、この金額があなたのこの知識の,<ー>あの財産ですみたいな,なんかよよいいこと言ってるのかどうなのか分かんないですけどっていうのをなんかコンセプトにあそうこういう金額が出るっていうのが私ちょっと ポイ活するぐらいこのお金に飢えてるのでそうだよねこれカデナ町の図書館ですねカデナ町の図書館、うん、なかなかね私が通ってた図書館そんなのなかったから、ね、そう私もねも引っ越してきて、うん、あこんなんなるんだって面白いなと思って、うん、でなんかねこんこん借り買ったらこんだけしたのをタダで借りれたらラッキーっていうのもあるしあとなんか通帳一冊全部終わると、うん、なんか景品がもらえるらしくて えー、すごいそれも今ちょっと楽しみにあの子供たちと一緒にこの本本図書館に通い詰めてこうどん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 本をこう読み積んでこの貴重を楽しみにいっぱい本を読んでますねうでうちの次男が特にもう図書館にはまっていてうもう学校行かないで図書館行くぐらいの <laughs> あ博士っぽいで <laughs> <laughs> すごい知識量がうんう 爆発的に増えてましてま、うん、本ってすごいね、うん、確かにあのしかも図書館だったら自分のこう興味のある分野だけじゃないものも気軽に手に取れるじゃない買うとなるとなんか失敗したくないなみたいな感じで自分のこう趣味のところに行きがちだけど、うん、図書館だったらチャレンジもできるしいいよねそれって読みたかったけど、うん、みたいなねか軽く。 そう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 、うん、私もあの子供の頃あの家がそんなに裕福じゃなかったので図書館にあのお母さんが連れていってくれるっていうのが本当に子供の頃の何だろう毎週の楽しみというかでお母さんはいつもなんか本を読んでるふりしてソファーで寝て <laughs> 寝てるんだけどさ <laughs> 私は何かその横でいろんな本を読んでなんかそこで 得たものはたくさんあったのかなって今思えば思うので、ね、涼しいしし、ねね、ーーしねねクーーラてる本当かもなんか今ねあのいろんなところの図書館あの行っても結構カフェかココアみたいなおしゃれなところも多くないですかうそうなんですよなんかやっぱ椅子も、ね、程よい感じに置かれていて、うん、なんか座り心地のいい椅子もあるしあと畳のスペースがあったりとかして。<laughs> うん よ、まあ、くないけどそこでちょっと <laughs> 横になって,なって、ね、読んだりとどこだったかな海外のさヨーロッパの、えっと、小学校はあの本読む時間はなんていうの人をだめにするクッションみたいなあの見る,、うん、見る読むた姿勢は何でもいいみたいなあの授業風景がありましたょ授業中に本読むときにどんなポーズでもいいよそそううそう,そう 多分ヨーロッパはさ、移動と、移動図書館がほとんどなんだよ。学校の中に併設されてる図書館だったりとか、その調律の図書館っていうのがあんまりないから、週に一回、あの、車がこう来て、その中で本選んで、うん、教室で読む時間っていうのがあるんだって。ごめん、どこの国か忘れたけど。うん う,んうちの次男はちょっとあの、まあ、自閉症というか、うん、もう発達にちょっといろんな課題があって歩きながらでも読むんです、うん、すげえな <laughs> 本当にあに本をこう手放さなくてどんな時も <laughs> 本当にリアル二宮金次郎で,でついにはこの前図書館の中で迷子になっちゃって <laughs> 言ってたね<笑><笑> もう閉館の音楽流れてるのにこう3秒前まで座ってた場所にいなくて、うん、でトイレ探してもいないもう館内でぐるぐる回ってもいなくてであどうしようと思ってもう、ね、借りる予定の本を全部借りてもう玄関で待ってたけど出てこなくてうん、うん、もう。 15分ぐらい姿消してましたね。結局図書館の中にいたんですけど、うん、どこにいたのみたいな。えー、<laughs> すごい集中しすぎて、もう見えないぐらいになってたのかな。すごいね。<ー>でもやっぱりこう、世界をね、広げてくれるし、うん、想像力は絶対高まるじゃないですか。うん、今、なんか何でも調べたら、色、形とか分かるんだけど、こう本を読みながら、想像し,してる。 のっっててすごくいいななと思ってなんか自分でそんな想像しながら読んでるって思わないんだけどあの昔読んでた小説が映画化されたりすることあるじゃ、ね、ないですか。か私の中では「あのノルウェーの森」っていう、うん、あの有名な小説があるんですけれどもそれをすごく好きで何度も何度も読んでいて映画化された時にあのあ思ってた。 色と違うとかさ、うんうん、なんていうのあ、ここのなんか建物はこんなんじゃなかったはずなのにみたいな、すごい混乱したことがあって、あの映画は映画で素敵なんだけど、自分がそんなに色とりどりのこう想像をしながら本を読んでたんだって思うと、あの、ちょっとびっくりしましたね。なんかそういう、すごいなんか頭の中で、 いいところ使ってたんじゃないかなって思ったりして。私はあのたまに小説書きます。だから素敵。あの<そう> <laughs> 小説は全然あの世に出すほどの小説でもないですけど、いい歩いててなんか、うん、あの草木が揺れてるとかを。うん、これを小説の文章にしたらど、どんどんな文章だろう？とか、んなんか人が物を食べるみたいなところをこう。文章にするには？ どんなだろうみたいに書いていったりするんですけれどもすげえロマンチックだしなんかパズルのピースをちょくちょく作っといて後から組み立てそうです、ね <laughs> うん、うんうん、なんかさらって作って、うん、あの初めはストーリーをパパパパパって書くんだけどその後、うん、こうその場に立ち止まって風景を思い浮かべて文章にするでも文章全然出てこないからグーグるみたいなのを結構な時間かけて。

私はね靴を履くようになりました。どういうこと？<laughs> え話だったんですか？思う <laughs> よ。そうだね。靴をちゃんと履くようになりましたということなんですけど、うんうん、どあの私それこそ子育て始まってからやめたものが、うん、あのちゃんとした靴だったのかもしれないなと思っていて、あの子供をまあ産んでから靴を履くにも。 手が離せなないいとかあるじゃだからスリッパみたいなものが結構重宝していて、はい、まあスリッポンみたいなものだったりうん,、うん、なんかそういうものを結構履くことが多かったんですよ。であの昔はちゃんとしたこうちょっとおしゃれっぽいスリッポンを履いてたんですけどうん、うん、ある時あのクロックスが出しているあの普通のクロックスのスリッパのちょっとスリムバージョンみたいな、うん、若干ちょっとだけ。 おしゃれっぽいかなみたいなスリッパに出会って、それを、あの、まあ、お仕事柄結構バタバタ走り回ったりするので、それを吐き出してから、もうね、365日あったら、多分358日ぐらいはそ、うん、それで。へえ<ー> <laughs> そういうことね。うん、そうそうそうそ。 あの、まあ、スリッパというかサンダル、うん、後ろのバックも、あの、バックストラップもついたサンダルなんですけど、うん、もうそれぐらい履けなくなってしまって、あの、ずっと旅行に行くときも、どこ行くときも、それで行くから、あの、大阪にお母さんに会いに帰ったりすると、うん、あんたこれで飛行機乗ってきたみたいな、ぐらい、ちょっと感覚麻痺してたんですけど、うんうん、あの、大阪に引っ越しをして、結構働いてるところが、あの、都会、 の街だったので、うんまあ、都会に出ていくしなっていうのもあり、うん、あとはあの仕事柄ちょっとちゃんとした格好しないといけないあのー、時とかもあるんですよ、うん、カジュアルスーツみたいなそう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 あのまあ、がっちりスーツじゃないんだけどちょっとちゃんとしていかないとみたいな時に、うん、あのパンプスを履きたかったんだけど私はあのパンプス100%足が靴ずれするんですねうん、うん なのでこんな靴連れするのにきついなと思っていろいろ、まあ、探して見つけたのがローファーローーファって結構金具なんだろう金色の金具とかついたちょ,っとちょっとおしゃれっぽいとかしゃれたものうん、うん、ちゃんとしてそうみたいなローファー結構売ってるんですけどローファーだと靴下履いてても全然。 あのおかしくないっていうことに気づいて<ー>そこからは私はあの GU の今ちょっと廃盤になっちゃったんですけど<ー> GU のローファーを同じものを2足買って<ー>で廃盤になって<ー>これもうなくなったら怖いからってメルカリで安いものをまた買って<んー> <laughs> 同じものを3つ買ってそれをずっとぐるぐると履き回している日々なんですけれどもすごく運命の靴に出会えたなと。 思っていますんなんか始めたことがこんなにある <laughs> なんか新しいことがこんんななにあるなんてってっ思いますねそろいろと、ね、なかなかあの子育てを機にやめたこととか、まあ、今、始めたよっていうこともあると思うので、うん、ぜひぜひあのメッセージもお寄せいただいてこんなこと始めたよとかこんなこと始めたいけど迷ってるよみたいなものもあればぜひ教えていただきたいなと思います。 今日はですね、あの、あざまるさんとなのさんと3人で最近これを始めましたというお話をしました。耳で聞く太陽のエクボ子育て真っ最中のママたちが活動している太陽のエクボではイベントの開催やフリーペーパーの発行などで沖縄の子育てを応援しています。最新情報やフリーペーパーはホームページからもご覧いただけます。ぜひ太陽のエクボで検索してみてくださいね。またこの番組では 皆さんからのメッセージを募集しています。eqbo.rokinawa.co.jp ekubo.rokinawa.co.jp もしくは旧ツイッター x でハッシュタグ全部ひらがなで太陽のエクボでつぶやいてください。番組のフォローもお願いします。耳で聞く太陽のエクボ 次回もまたお楽しみに。